千葉市動物園に行きます。その千葉動物園で1万円企画をしたいと思います。イエーイ。第2回1万円企画、ね、前何かやったっけ。前ガチャガチャ、あ違う違う、 UFO キャッチャー、 UFO キャッチャー、そうそうそう。見て、くちゃみしたら降りてきた。あ、そうなの、見てみた。太郎と本太郎です。はい、ということで到着しました。今日は1万円企画をやっていきたいと思います。それじゃあ早速行ってみよう。レッツゴー。早速ね、入る前にね、お土産屋さんがあるから、ちょっとなんか喋ってきてよ。喋っていいからね。なんか被り物とかさ、雰囲気を出すために書いてあるんで、うん、なんだ、すごいじゃん。アニマルヘアバンド。これはなんだろうね。ゾウじゃない？コアラかゾウか。ゾウって書いてある。ゾウ。こういうのつけようよ。で、こっちにあるよ。これいいじゃん。ほら、ほら。これ可愛くない？うん。いいんじゃない？これ二人で被ろうよ。チケットお釣りの手忘れにご注意ください。マレーバス、ありがとうございました。坊やつアニマルクッキー牧草、ヤギさんに餌をあげられるんだって。アニマルクッキーを一つ、はい、クッキー一つ200円です。はい、ほらクレープ言ってる。いきます。やだって言われた。あ、嫌なんだって、ごめんね。桃太郎の挑戦です。すんごい歯。おお。虫歯。ということでね、今から一旦ね、お昼ご飯を食べましょう。だいぶお金まだ余ってるからいっぱい食べよう。お腹すいたね。お腹すいた。朝ご飯食べてないからね。お腹すいた。で、今ちょうど2時なんだけど、その閉園時間が4時半らしくて、4時、あ、4時か。だからそこから5時の間にはもう出てかなきゃいけないから、だからめっちゃ急がないと動物園回れない。いろんなメニューがあります。迷うね。あ、めっちゃ思うじゃん。ご飯です。ももちゃんが焼きそばで、自分がたこ焼きで、あとハリケーンポテト2個ね。飲み物が売ってなくて自販機のお茶です。いただきます。いただきます。デート気分。はい、あーん、あ、私のも、あーん。あれ話しようよ。前にももちゃんとご飯を食べに2人で出かけて、その帰りにね、なんか空にね、宇宙人みたいな、ね、宇宙人というか UFO ね、動画撮るのを忘れちゃって、もうね、見入っちゃって急いで車を始めと思って、あ、動画動画って言って急いで回してね、ちょっと撮れたんだよね。一瞬撮れた。ではそこにちょっと差し込んでみた。その日になんか東京ドームとかそういうライブのライトなのかなって思ったから調べたんだよね、うん、その日にライブがあったのかじゃなくて、そもそもライブできるようなドームがない。そうそうそう、田舎だから、田舎だから。もう絶対 UFO だったと思う。実際うちのお父さんアブダクションされてるし、ここにチップ入ってるね。そうだよ、パパローがね、宇宙人に連れてかれたことがあるんですって。動物園来たのにさ、食べる動画で終わんの。高評価、いいね、グッドボタンよろしくね、チャンネル登録もついでによろしく。私のセリフ全部言われた。メッサーパン、全然見えないけど、これカンガルーがめっちゃここまでジャンプできるんだって。で、これやばくない？人だよ。人間でここまで飛べんだよ。走り幅跳びでも。幅跳びでも。やば。ちょっとバッタまでは行きたくない？え、ちょっと頑張れば。どうだった？いや、1メートルも飛んでないと思う。嘘。すごい。助走がまずめっちゃド下手くそ。そんなに飛べなかった？びっくりしたんだけど。今止めた気がしたんだけどね。フラミンゴめっちゃ下向いとる。2人がもうフラミンゴのポーズが被るか。せーの。あー違った。
サバンナカフェだって。え、サバンナカフェ、あれ食べようよ。アイス。あれ食べよう。ラングドシャー。あれ食べよう。ラングドシャー。ラングドシャー。ラングドシャー。ランドグシャーじゃない。ランドグシャー。グシャグシャじゃん。動画撮ろう。え、やってない。土日か。クローズ。お前が。なんかももちゃん消えたんだ。ももちゃんいたわ。めっちゃ写真撮ってたわ。これ好きだね。いいの撮れましたか？やっぱね、画質が悪いから鮮明には撮れないよね、うん、あ、動物の毛並みとか羽毛一枚一枚を撮りたかったんだけど、 なかなかさ、やっぱうまくいかないというかさ。うん、そうだね。本当どうしたらいいと思う、マジで。近い。アイちゃん、アイちゃん、お願い。缶バッジとポストカード買ってほしい。今回で1万円。お願いだよ。まだ残ってるだろう。ありがとう。どれがいいんだ。選びなさい。何個までいい？いや、ダメです。だって3000円だよ。ダメだよ。ダメ。日本語インコは必要でしょ。2つだけ。あ、食べ物屋さん閉まったもんな。3個までじゃない？決まりましたか？決まりました。じゃあ、これを贈呈します。ありがとうございます。いただきます。じゃあ、これ取りましょう。よし。全部出てくるよ。使えないじゃん。ダメなのこれ。あれ？ダメじゃん。多い、まあ、お店も閉まってるんだからこっちも電源切ったんだろうね。なんかいろいろご飯食べようと思ったんだけど、3時40分、めっちゃ自衛隊。そうで、ご飯屋さんが全然やってなくて、お金を使う場所が全くないんだよね。もう多分時間が閉園時間が間近だから閉まっちゃってるのと、まあ、3時45分なんだけどね。あ、でもお客さんも少ないとね。そうだから、さっきお昼ご飯を食べたところに望みをかけて今向かってるんだけど、やってそう、まだギリ買おう。あとで2000円ぐらい残ってんの。ちょっとね、いろいろ買いまして。あ、でもなんか硬すぎてない？なんか青いビニールシール、ビニールシートかかってる気がするぞ。かかってるね。あ、おっと。え、これ撮ろうよ。撮影スポットだって。私の携帯大丈夫？大丈夫みたい。この動物園の中にね、ゲーセンがあるから、これをやりたいと思います。あ、やりすぎじゃない？やっちゃったわ。やっちゃってるわ。あ、ゆるい。これは諦めだな。この2000円をももちゃんと赤郎で1回ずつね、1000円ガチャ1回ずつやって、ここに当てたいよね。ゆるいか、ここで当てたいです。ということでやっていきましょう。鍵も派手って当たるらしくて、走りロコは欲しいよね。走りロコ欲しい ね。自分 どれやろうかな。やっぱ上かな。なんか上の方が当たりそうだから。あ、鍵だ。嘘。いや、鍵はみんなだよ。みんな鍵だ。外れだとこの穴の鍵。そうなんだ。当たりかもしれない。鍵だ。はい、次どうぞ。どこやる？ここかな。一旦ちょっとお店の人に見てきます。直してもらいました。お、落としないね。あ、鍵じゃない。ということは紙か外れか。金カプセル当たりだって。当たりだ。開けちゃう。いいよ。何番？3番。3番？3番で。3番って何？おめでとうございます。3番です。3番。はい。びっくりした。これ多分6番だった。3番どれだ。ちょっと待って、3番どれだ。3番どれだ。ちょっと開けます。あ、すみません。3番って1番。あ、3番いたんだよ。嘘じゃん。嘘。嘘。そんなことある？ありがとうございます。出たー。本当に？いやー、本当に強かった。
がしょぼくなってしまうすごはい、ということでね、まさかの今回1万円企画、あと残り600円ぐらいかな、まあ、ちょっと残っちゃったんだけど、帰りね、セブンティーアイスか飲み物か買って帰ればちょうどなくなるので1万円達成やばくない？まさかの奇跡すぎるよ。これ1000円すごくない？君めっちゃでかいよね。マジでかい、一番でかい、うん、だから自分もね一応まあ当たりであったんだけど、ももちゃんの引きが強すぎてちょっと見劣りしちゃったよね。そうそうそう、かわいいんだよね。もうレッサーパンダ大丈夫、なんか使い果たしちゃったんじゃないの？ちょっと明日うんち踏むかも。うんち踏む、お気をつけてくださいということで、今回の1万円企画大成功、終わり。それではバイバーイ。